さあここからは夜のトレンド研究所、こちらも研究しておりますよ、サイバーラボのコーナーです。今週は一人居酒屋のすすめね、まあ、みんなでワイワイ上司と後輩とね、居酒屋いろいろとまあ利用頻度あると思いますけど、まあ一人でね、大人のこうたしなみでこう居酒屋をという、ちょっとそんなお話をですね、今週は JA 部土曜日の朝の番組ラジオドーナツのナビゲーターとしてもおなじみ渡辺タスクさん、そしてロックバンドスクービードゥのドラマーモビさんで、いろいろとお話を伺っております。3日目の今夜、お店に入ってまず何をオーダーするんですか。渡辺タスクです。スクービードゥのドラマーモビです。今日はですね、はい、一人居酒屋、うん、まあ、入りました、はい、何をつまみ当てに頼めばいいか、うん、はい、ラインナップの組み方ですね。ラインナップの組み方がね、はいはい、まあその時のね、お腹の状況とお財布の状況にもよりますが、うん、そうですね、まあ2000円で、うん、いける感じで、はいはい、2杯3品ぐらいいける感じで。これがあったら絶対頼んじゃうものって何ですか。僕はもうしめサバですね。しめサバいいですね。間違いないですね。間違いないですね、はいはい、俺はね、うん、小味の唐揚げとか、いいですね。あとそれの、はいはい、だから南蛮バージョン、はいはい、酸っぱい、パーツがちっちゃくてちょっとずついけるですね。ちょっとずついけるっていうので、はいはい、いいんですよね。なるほど。ああ、いいですね、うん。僕はあとはセロリの浅漬け あれば。まあいわゆるあの我々の、うん、一人居酒屋にとっての冷菜、はい。そうですね。冷菜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 はですね。はい、一品、はい、まあ。セロリの浅漬けとか冷ややっことか。そうですね。あったかいものとか。あったかいものはまあもしあるんだったら。やっこは外して煮込み豆腐。そうですね、はい、煮込み系が、まあ、大体ね、あの売りだったりするお店だったら、はいはい、まあ、それは絶対頼んだ方がいいんですが、うんうん、あのいわゆるもつ煮込みよりも、うん、俺豆腐入ってるの好きですね、はい、あのむしろ豆腐のみでもいい豆腐のみでもいいっていうね、はい、そうね、あれで片づくし締めもできますからね。そうなのよ。あとちょっと汁っぽいじゃん。そう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 。だからまああの冷菜あった後の、うん、はい、まあそのいわゆるね、はい、コースでいうとこのスープもある、うん、形になって、はいはい、安いな、俺たち安いな。でちょっとガツンといきたいなって、さっきのね、はい、あのアジの唐揚げもいいんですけど、うんうん、串カツとかね。ああいいですね。僕あとまあそれで言ったらハムカツですね。ハムカツですね、はい、私先日あのね、うん、ダンチューって雑誌でハムカツ特集やらせていただきまして、はいはい、あれをですねやった時にあまりに食いすぎてそれから1ヶ月間ぐらいハムカツ食べなかったんですけどもう復帰してますから。なるほど。もう買いなさい。ハムカツはいいですね、はい、やっぱそのちょっとお腹が空きすぎてるっていうのは、うん、まあ酔いますし、うん、よくないですから、はい、ね、ちゃんとお腹にも少しずつ入れていこう、はい、キャベツもつきますからそこで。そうですね、はいはい、いいですね、うん、ちょっとマヨネーズとかさ、はい、ちょっと練りからしとかついててさ、うん、こう配合を自分で考えたりしてね、はい、マヨにちょっとからしかとかさ、うん、 ね、そのね、一人居酒屋のこの何、はい、ていうんですかね、はい、大人のままごとみたいな、はい、その、そうですね、時間がね、はい、久住さん原作のね、はい、孤独のグルメでもそうですけど、はいはい、そうですね、頭の中でね、うん、こうラインナップとそう味付けと酒をどう合わせていくかっていうのがこう渦巻いてる、はい、時間が意外と楽しいんですね。そうですね。それで居酒屋にいる時間を過ぎていくわけですよ、ね、そうですね。はい、ありがとうございます。あーでも僕もちょっと汁物でも味噌汁ってわけじゃなくやっぱ煮物系いいですよね。まあ豆腐1個頼むと、まあ豆腐とまあ汁でコースのスープなんてのはよく言ったもんです。はい、お二方ありがとうございます。さあそれじゃあスクービードゥナンバーいきましょう。新しい夜明け、オカピーって飲めんだっけ。お酒ですか。お酒は結構好きです、ね、本当。どういうとこで 何を飲むの。基本は
ブリキュールハーブリキュールハブさんとかリガーマイスターとかがあるとそればっかなの。ああ。ただあんまり置いてるお店がないので。イエガーでも結構ない。イエガーはありますね。なんかレッドブル割りみたいなやつ。そうそうそう。ちょっと若い子たち飲みみたいな感じだね。クラブにイエガーの、うん、それのやつあれ家に欲しいです。あれにこうやって家に飲みたい。実はそんな好きなんだ。私が所属してますスクービードゥ、うん、結成20周年を迎えました、ね、おめでとうございます、はい、10月4日には日比谷野外大音楽堂にて、ダンスホール野音とですね結成20周年記念ワンマンを開催いたします、ね、そちらにてですね、うん、なんとあのパンフレットもね、うん、売る予定で売る予定絶賛企画書を一緒に、はい、一緒にこう、はい、渡辺佑さんの主催する、私がね、はい、これがね本業が編集者なんですよ。そうなんですよ。意外と J-WAVE では、はい、そこのところがこうぼんやりしてますけれども、うん、編集の仕事をね、はい、させていただいて、はい、スクービドゥのそのね、はい、野音のパンフも、はい、鋭意制作と、そうですいうことでございます、はい、バッチシ打ち合わせております、はいはい、10月4日ぜひ野音にお越しください。ありがとうございます。はい、編集者だったんですね。嘘です嘘です渡辺佑さん、そして、今年結成20周年を迎えるスクービドゥのモビさん、ありがとうございます。もうあの話の流れまで行ったらもう野音でハムカツ出した方がいいんじゃないですかね。屋台とかで相当出ると思いますけどね、佑さんの、特製ハムカツですか。はい、さあということで今週は渡辺佑さん、スクービドゥのドラマーモビさんによる一人居酒屋のおすすめ、明日はですね2人のおすすめの居酒屋いよいよ紹介してくれます。